はい今日はですねピカソくんのありのままのピカソくんをね今日は見てもらおうかと思っておりますありがたいことにですねコメント欄とかでですね、えー、ネタもいいんですけどネタがなくてもですねもうピカソくんをねありのままのピカソくんが見れたらね、えー、それでいいんですってね優しいコメントをね頂い,いたりしておりますので今日はありのままのピカソくんをねちょっと見てもらおうかと思っておりますはいこれがピカソくんでございます <laughs> これが、目目でございい、まますす琥珀色の目をしておりますねはい、もう一度続きまして今度はねなんといってもピカソ君のえピカソがねブラックタンなんでねカラー色ですねえ待ってピカちゃん待って待てよ待てよ待てこの頭のねここの部分 こっからこっちが綺麗に、えー、色が変わっております。こここ,ここねブラックターンでございます。ブラックターンでございます。ブラックターンでございます。待って待ってよ。それからねまあここら辺もちょっとターンなんですよ。この眉間のあたりとかこ,この辺ね。 こっちははっきりした単ないですこ。こっち微妙な単なんですよね。微妙な単。微妙単でございます。微妙単はね、あの絵を描く時にすごく難しいでございますね。はい。続きまして鼻、鼻これが鼻でございます。まあ、はね、特に言うことないかなと。口はね、3歳ぐらいから、もうこの辺白くなってきてますね。多分10歳とか、よだれ出てるね。 10歳とかになるとね、すごい、えー、もっと真っ白になって、渋いシェパードになると思いますね。ここに黒い点がありますよね。これ。ここに黒い点あるワンちゃんなんか多いですよね。はい。これが耳でございます。耳でございます。大きい耳。ここにね、えー、警察犬協会かなんかの番号が入っています。うさぎちゃんしようか、うさぎちゃん。 そそそうそ、うそ、う、待ってはいウサギちゃん嫌 <laughs> ですかはいえー、そうあとね下はダルメシアンになっておりますでちょっとね実はですねピカソくん、歯がね一箇所欠けててこの前の前の剣士の下左下こっちですねここのこっち側の歯が。 かけててちょっと見せてくんないかな見せてくんないかなあのちょっと画像つけときますねあのー、かけてるんですよどういった時にかけたかちょっとわからないでけど、まあ、いつの間にかかけて結構前なんですけどねかけてたっていうことで、えー、一応ねお医者さんに獣医さんに見てもらったらですねまあ問題ないですっていうことなんでまあ、そのまま放置しているっていう感じでございますね はいそしてよしはいそれからまだいまだまだいきますよピカソ君はねこれねチェーンつけてるんですよこれチェーンこれどういうチェーンかっていうとまあ知ってる人もいると思いますがこれチョークチェーンというチェーンでございましてえー、首が締まるチェーンなんですよねただこれね 僕ペットショップに行った時に、えー、ペットショップの人にねおすすめですとしつけにすごくいいですよってことで買ったんですよね首輪を見に行ったんですけどね、まあ、あのこのチョークチェーンすごくいいですよなんて勧められて買ったんですが、まあ、実際使ってみたらちょっとねこれ苦しいでしょうというふうに思ってですねまあ,あのその後首輪に変えたんですよでハーネスはもう体大きくなってから買おうと思ってたんで。 まあちっちゃい時ですよね、うん、でもうそっからそのチョークチェーン使わなくなったんですよねただなんかね使える人がめちゃくちゃあの上手な人だったらこっちの方がいいみたいなことを言うんですけどまあ相当な上級者じゃないと犬の扱いの上手い人じゃないと多分扱えないだろうなと思って。 僕はちょっと諦めたんですけども、まあ、その後首輪に変えてただこれずっとつけてるんですよ24時間もうアクセサリー化しておりますでえっとお留守番する時とかあとはえっと外で、えー、体を洗う時とかに、まあ、首が締まらないような形でこんな風にして引っ掛けてリードを引っ掛けて、えー、洗ったりお留守番したりしてもらってます このなんか困った顔するじゃないですかよくこの顔がもうたまらなく私は大好きでございますはいでこういう感じでね毛が流れておりますがここがですね、えー、毛のぶつかるところですねこっちから来たのだこっちから来たこの毛がぶつかるとこそれと この辺割とまばらになってるじゃないですか柄がこの辺なんかちょっとしましまみたいな感じこの辺をね見てると僕いつもね沢に見えてくるんですよね沢 <laughs> に見えるなと思ってこれがおててございますおててでおててでございますはいはいあ怪我、怪我のところ怪我のところ 逃げるかなピケちゃん、バーンよ,ーしよ,しよ,しよし、よし、よし、よし見えないかもピケちゃん、ちょっと隠さないで、隠さないでこれね、もうだいぶもう皮膚がね、結構もう再生しつつはありますが、非常にゆっくりなペースではありますが、えー、治ってきております はい、これがおててでございますまあ、特に言うことないなこっち、あの肉球がえぐれたのこっちあ、こっちかどっちだって、忘れちゃったまあ、でも今、すっかり治ってるんでここの、あ、はい、どこだここの爪はねえ、切ったりしますなんかね、自分で伸びたらね、自分で噛んだりするんですよこれはいいんですかねあんま良くないのかな。いいはい、待って こっちの爪はね、えー、ほったらかし状態ですけど近いぜはいこのタコタコね大型犬はしょうがないですねこれタコできちゃいますよねこれねああ続きまして後ろ足場ねうん <laughs> まあ特に言うことないですねここが長いんですよね毛が。 毛がすごい長い。よく寝癖になってる。こうやって、これね。あの、僕、ゴールデンレトリバーとか、毛の長いの飼買ったことないんで、わかんないですけど、寝癖だらけになるんですかね、やっぱ。姫ちゃんあれはマルチーズか。まあ、しょっちゅう散歩としてますね、そういえばね。はい。後ろ足はね、まあ、特に言うことないかな。 これが尻尻尾尾でございますよ子犬の時は、えー、まとまってたんですけどね大人になるとこうぶわってなって使う,使う前の筆使った後の筆みたいな感じになりますね一回だけねピカソ君あの僕尻尾を思いっきり踏んじゃったことがあって階段をね僕が降りようと思ったら 横からバーッて追い抜くような形で階段を降り始めてですねピカソくんがそしたらこう23段ダダダッと降りたところに僕が次の階段を降りたところにちょうど尻尾があったっていうねキャーンって泣いてたねごめんね <laughs> どうもすいませんでしたはいブーンしてブーンブーンあこっち逆よし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  背中が黒でお腹が白ペンギンかお前はえお前のもしかしたら先祖はペンギンかもしれんで、ね、この前先祖帰りしとったでお前<笑><笑> 返りしこうすると足が動く今日は動かないねあ歯見せてみたこの歯この歯、うん、よしあ <laughs> おいで こっち座る。オッケー待てよ。待てよ。はいピカソくんはね男の子でございますね。女の子じゃないですね男の子ですね。ここだけ白いでしょうここだけここだけ白いんですよ白が非常に白いっていうねよくここをこうやって触って遊ぶんですけどはい。 ね、はいこれここにこうになんか脂肪みたいなのがこうできますねこれねこれはあった方がいいのかなある程度おっここが上から見た時にポコってこうくびれてへこんでると痩せ気味ですよみたいなことを言ってたんですけどねだとしたら常に痩せてる状態になるぞピカ ででも冬になったら、結構食べてるんですけどね逆にこの尻尾のところお尻からこう尻尾に行く時にまあこっから尻尾があるわけですけどこう触って尻尾のところがこうカクってこうなるじゃないですか触っててこうクッて。これが分からなくなってしまうと太りすぎらしいです逆に。 あと何かあったかいねこのね耳の後ろここここら辺なんですけどここら辺のね毛がねすごい柔らかくてね触ると気持ちがいいですねよく触ってますこうやって逆に背中のこの辺がもうごついごつごつ、はい、この辺サバでございますこの辺サバほら この辺もちょっとサボかな <laughs> よしこんなとこかなよっしゃありのままのピカソくんでございましたピカソくんありがとうピカソくんありがとうじゃあ下に降りますか下行く下下降りる行こう おしまいです